大丈夫か？大丈夫です。くそ、これじゃ袋叩きだぜ。佐野、あれを。北から回り込む気か。まもなくここは戦場になる。お前は少しでも安全な場所へ逃げ延びろ。皆さんが戦っているのに私だけ逃げるわけにはいきません、ならば新選組の一員として雪村千鶴に近藤局長の護衛役を命じる。俺が援軍を連れてくるまで常に局長に付き添い、その役に立て。はい、雪村千鶴、土方副長の故障として命に代えても局長を。絶対に死ぬな。盾になろうなんてバカなことは考えなくていい。俺が帰ってくる前に何かあったら斉藤と協力して近藤さんを逃がせ。土方さん、木立を抜け、峰をこちらに向けて半分だけな。武士が誓いを立てるときにこうするもんなんだとよ。武士の誓い、これは証だ。お前は生き延びて俺に会うという証を今立てた。もっとも俺もお前も正式な武士じゃねえから所詮真似事だがな。あとは任せた。近藤さんを頼む。どうした、斉藤君。北から敵が押し寄せてきます。何？南からもだ。長倉さん大丈夫ですか？どうする近藤さん、このままじゃ挟み撃ちにされちまうぜ。何だ貴様ら。昼間から動いてやがる。わからん。近藤さん、ここはひとまず引いて体勢を立て直すべきだ。しかし我々は幕命を受けてここに来たのだ。おめおめと撤退するわけにはいかん。何言ってんだ、現実を見ろよ。これ以上の戦闘は無駄な犠牲を増やすだけだぜ。近藤さん、撤退は負けじゃねえ。終わっちまったんだよ。気合で戦ができる時代は。この戦に羅刹が投入されたようです。羅刹に懐疑的であった薩摩も、鳥羽伏見で新選組の羅刹を取り逃したことで土佐の主張を受け入れたということか。ええ、薩摩と手を切る準備を進める。
我が一族を人間どもから隠す手配を急がせろ。わかりました。雪村千鶴、お前はいつまで人間に関わる。近藤さん、昼間でも動ける羅刹、俺たちとは違うってことか。ああ、高堂さんの研究がそこまで進んでいるということですね。奴らは甲府で近藤さんを直接狙ってきた。三人には交代で近藤さんの警護に当たってほしい。は、任せとけって。土方君、昼夜問わず働いているようですが、大丈夫なのですか？あなたも羅刹なのですよ。そんなことを言ってられる状態じゃねえからな。今は踏ん張り時だ。朝食をお持ちしました。土方さん、開けますね。あの、少し休んだ方が。ああ、これが終わったらな。ですが、昨夜もそう言って。副長。なんだ。近藤局長がお呼びです。うん、近藤さんが。何かあったのか。それが。本気なのだな。ああ、こっから先俺は俺のやり方で戦う。いいよな、近藤さん。わかった。お前もか、原田。ああ、世話になった。どうしても行ってしまうんですか？ま、いろいろあってな。あの時ああしてりゃよかったって思うのだけは絶対嫌なんだ。斉藤、お前はどうするんだ？俺にはまだここでなすべきことがある。そうか。千鶴、最後まで守ってやりたかったが、途中で放り出すみたいですまねえな。原田さん。でも忘れるなよ。これからだって俺たちは同じ空の下、どっかで一緒に戦っているんだからな。ああ、そうだぜ。薩長の連中と戦い続けるのは変わらねえし、これが最後の別れってわけじゃねえんだからよ。はい。お二人ともお元気で。千鶴もな。どうして土方さんは原田さんたちを止めなかったんでしょうか？あの二人を一番とどめたかったのは副長だろう。だが人にはそれぞれ譲れないものがある。そのことを一番分かっておられるのも副長だ。
帰るぞ。はい。ああ。いただけるとは。てめえは池田屋の。待ちなさい、東堂君。あなた一体何者です？天桐久寿と申す。都では名乗りもせず拳を交えてしまったが、あなた方と事を構える気はない。何？今の羅刹は雪村行動が作りし土佐藩の羅刹。土佐藩の羅刹？脱走し血を求め江戸市中を徘徊している羅刹がいるとの情報を得て、見つけ次第抹殺するつもりでしたが、すでに寿命だったようです。寿命？羅刹の力は決して神仏からの授かり物ではない。
人並み以上の腕力、敏捷性、そして驚異的な回復力。それらは自身の体に秘められしもの。本来数十年かけて使い果たしていくはずの力を借りているに過ぎない。あなた方もむやみに力を使わぬことだ。なるほど。力の代償はてめえの命か。ええ、そうか、わかった。ところで俺たちの今後の行動だが、薩長の奴らが来る前に江戸を離れ会津に向かう。斎藤は出発の準備を進めてくれ。承知しました。三男さんと平助は今夜にでも先行して向かってくれ。わかった。申し訳ありません。なんだ突然。私がいなければ土方さんは風間さんとあんな戦いをすることもなかったし、羅刹にだって。俺は俺の意志で落ち水を飲んだんだ。お前が気に病む必要はねえ。土方さんはいつもそう言ってくれます。でも羅刹になんてなりたくなかったって本当の気持ちを言ってください。かなわねえな。そういうところは姉貴そっくりだ。お前の話し方は姉貴に少し似ててな。身内に叱られてるみたいで言うことを聞かなきゃならねえ気にさせられちまう。さっきの話が本当なら力を使わなきゃ寿命も縮みやしねえ。だから心配するな。はい。お茶をお持ちしました。おう、いつもすまんな。いえ、何をお読みなんですか？三国志演義に清正、まあ軍記物の本ばかりだな。子供の頃は思っていたものだよ。いつか関西帝君みたいな立派な武将になって自分ではない誰かのために戦おうと。しかし望むだけでは将にはなれんのだな。それに気づくのがちと遅かった。おう、そうだ、近藤さん、いるか？どうした、トシ？すぐに逃げる準備をしてくれ。敵に囲まれてる。敵は2、300はいるようです。くそ。島田、千鶴、ここは俺が何とかする。近藤さんを連れて、裏口から逃げてくれ。そんな、いくら土方さんでも無茶です。トシ、お前が行くことはない。俺が相手の本陣に行こう。何言ってんだ近藤さん。心配するな。もちろん新選組の近藤とは名乗らんよ。この辺りを警備している旗本だといえば。バカ言ってんじゃねえよ。そんな話通じるわけねえだろ。俺なら心臓を貫かれねえ限り死ぬことはねえ。時間を稼ぐのなら俺の方が適任だ。いや、俺が敵の目を引きつける。もう決めたことだ、トシ。ふざけんじゃねえ。大将のあんたがいなくなってどうすんだ。あんたの体はもう近藤勇一人のもんじゃねえんだぞ。ならば命令だ。土方副長、駐留している大使たちを率いて会津に向かえ。俺に命令するのか、あんたが。何似合わねえ真似してんだよ。なあトシ、そろそろ楽にさせてくれ。
俺を担ぎ上げるために目を吊り上げてあちこち走り回って羅刹にまでなって、そんなお前を見てるのは辛いんだ。俺は、俺のしてきたことがあんたを苦しめていたのか。あんたが一緒に喜んでくれると思って俺は。すまん、お前をそこまで追い詰めたのは俺だな。局長命令なんだな。そうだ、分かった。島田、残った大使を裏口に集めろ。はい。千鶴、お前はここで待ってろ。準備が済んだら呼びに来る。分かりました。雪村君。はい。君には何もしてやれなかったが。これは逃亡資金だ。ここを出たら新選組と別れて遠くに逃げなさい。私は土方さんと共に行きます。雪村君。近藤さんも一緒に行きましょう。土方さんもそれを望んでいます。それはできん。俺が逃げたいと言えば都市は数百人の敵を相手に命がけで戦う。羅刹の力を使えば都市の寿命はどんどん縮んでしまうんだろう。知ってたんですか。あいつの命と引き換えに今の俺が生き延びるわけにはいかん。雪村君、都市のことをよろしく頼む。本当にいいんだな。ああ、皆のことを頼む。あんたはひでえ男だな。最後に重たい荷物を俺一人に背負わせて。すまん。かなわねえな。どうだ。大丈夫です。よし、先に行け。俺もすぐ後を。行くぞ。ついてこい。はい。ところで何をしている。どけ。運が悪かったな。今の俺は虫の居所が悪いんだ。止まら。何者だ。島田、ここは俺が食い止める。大使たちを連れて敵の包囲を突破しろ。わかりました。みんなついてこい。止まれ。止まらんと撃つぞ。やめろ。ダメです。土方さん、この力を掴んでは。何をしてやがる。さっさと行け。
すみません。その命令は聞けません。邪魔にならないようにします。だから今はそばにいさせてください。俺は何のためにここまでやってきたんだろうな。なんで近藤さんを置き去りにしててめえだけが助かってるんだ。絶対見捨てちゃなんで相手を見捨てててめえだけが生き残って土方さんが近藤さんのことを思っているように、近藤さんも土方さんに死んでほしくなくて、だからどうしてもああするしかなかったんだと思います。どうでした？江戸城の明け渡しの日が決まった。明後日、4月10日だそうだ。戦いもしねえで明け渡すなんて、これじゃ大坂の二の舞だ。だが俺たちは負けたわけじゃねえ。では会津に。ああ、忘れ物をしてきちまった。取りに行きましょうか。あ、いや、俺が行かなきゃならねえ。この先の落合で団子でも食って待っててくれ。わかりました。千鶴。はい。いや、何でもねえ、行ってくる。はい。土方さん、何かあったのかな。あのお客さん、申し訳ありません、店じまいですので。あ、すみません。あんた雪村千鶴さん。はい。これあんたに渡してくれって土方さんから。俺はちゃんと渡したぜ。いいよな。あの、ちょっと。雪村千鶴殿、このような形で別れを告げることをお許しいただきたく候。これより先の戦において貴公を連れ参ること甚だ厳しき状況なれば、貴公は速やかに江戸を離れ静かにお暮らし参られることを切に願いいたしたく候。この手紙は。新選組の近藤勇が今日斬首されるそうだ。新選組って今日で人を切りまくってたやつらか。ああ、近藤さんが斬首。おひたさん。千鶴ちゃん、何してるんですか。何って決まってるでしょ、近藤さんを助けに行くんだよ。そんなことしたら。邪魔しないで。沖田さん、こんな体で無理したら。今無理しないでどうしろっていうのさ。近藤さんが殺されそうだっていうのに。くそ、僕の体は
なんで言うことを聞いてくれないんだ。沖田さんまで捕まってしまいます。僕のことなんかどうでもいいんだよ。近藤さんを助けないと僕は嘘でしょ。ねえ千鶴ちゃん、土方さんは何をしてるのかな。近藤さんを助けにも来ないで。土方さんは会津に向かっているはずです。へえ、近藤さんを見捨てて自分だけ会津に逃げたんだ。違います。近藤さんは土方さんに新選組を託して。僕は納得いかないな。土方さんの口から本当のこと聞かないと。沖田さん、どこに行くんですか。土方さんのところだよ。その体じゃ無理です。それに江戸を出る関所だって。無理かどうかなんて関係ない。僕は土方さんに会わなくちゃならないんだ。次に止めようとしたら切るよ。沖田さん、あれ、あんたこの間の。あなたは。小鈴、帰ったぜ。お帰りなさい。どうぞ。千鶴、原田さん、やっぱり知り合いだったんだな。いらっしゃい。狭いところですけど、ゆっくりしていってくださいね。ありがとうございます。そうか、掃除のやつ、あの体で。で、土方さんはお前を置いていったか。はい。あの人の気持ちはもっともだと思うぜ。お前はもう新選組から離れて普通の女に戻った方がいい。それが女の幸せってもんだ。でも私、土方さんは千鶴に幸せになってもらいてんだよ。もっと自分の望み通りに生きていいんじゃねえか。私の望み。ああ、なら私、土方さんのところに、あの人のそばにいたいです。行きゃあいいんじゃねえか。龍之介さん、なんだよ。原田も土方さんもあんたのことを思っていろいろ言ってるんだろうけど、人の生き方なんて他人が決められることじゃないだろ。まあ待てって。俺は望み通りに生きていいって言ったろ。なあ千鶴、お前は土方さんのことが心配なんだよな。苦労するって分かっていてもあの人のそばに行きたいのか。はい。なら迷うことはないだろう。人の幸せなんて考え方次第だ。後悔しない生き方をしたい、いつも俺たちが言ってたことだったよな。原田さん、本当なら会津まで連れて行ってやりたいところだが、俺はまだ江戸でやんなきゃなんねえことがある。将棋隊って奴らに用があってな。一人で行くことになるが、それでも行くか。はい。じゃあな、龍之介、小鈴。ああ、またいつでも来いよ。千鶴さんもお元気で。お二人ともありがとうございました。それでは。じゃあな。戦時の関所は官軍が抑えてる。あそこは手形があっても通れねえ。
裏手の林を抜けたらまっすぐ北を目指すんだ。わかりました。後で俺も必ず合図に行くからよ。じゃあ一足先に行って待ってますね。ああ約束だ。気をつけていけよ。はい。原田さんもお気をつけて。さてと、人暴れするか。新選組十番組組長原田佐之助推薦。腕に覚えがあるやつは相手になるぜ。新選組だと切れ切れ。見えちゃったか。どこぜ。もういいんじゃねえか原田。知らない。目が覚めたか。鬼とはいえまだ動かぬ方がいい。勘違いするな。ここへは官軍兵も来ないだろう。私をどうするつもりですか。関所破りの騒ぎに駆り出されたが、俺は同胞を人間に渡す気などない。貴様は助けてくれた者への礼も言えぬのか。ありがとうございます。原田さん安心しろ。相変わらず逃げ足だけは早いらしい。よかった。私が同胞だから鬼だから助けたっておっしゃいましたよね。でも私鬼のことは何も知りません。我ら鬼は遥か古来よりこの日の元に住んでいた。だが人間を凌駕する力を持つがために奴らは我らを恐れ、かつ懐柔し利用しようとした。それゆえ古き鬼たちは人間の前から姿を消すことを選んだのだ。なら風間さんたちはなぜ薩摩や長州の味方をするのですか。先祖の義理を果たすためだ。だが時代は変わった。もはや奴らに手を貸す気はない。雪村家は東国で最も大きく古い血筋の一族だが滅んだと聞いた。お前や行動はその生き残りだ。父は羅刹を使って雪村家を再興しようとしているのですか。まがいものを生み出し、それをもって人間の世に関わるなど、奴の所業は鬼の矜持に反する。関所抜けまでしてどこに行くつもりだった。新選組の奴らを追いかけるつもりだったか。ならばやめておけ。奴らも所詮人間だ。戦という大義名分のもとに権力と金の奪い合いをやっているに過ぎ。そんなことはありません。命がけで誰かのために戦っている人もいるんです。
かしなやつだな。戦場にのこのこ出て行ってお前に何ができる。何もできないかもしれません。でも私はあの人たちの力になりたいんです。行動と戦うことになってもか。その時は父を止めます。行動を止める。面白い。どの道合図には用がある。行く気があるならついてくるがいい。手に落ちたようだな。あの、ここは？もっと綺麗な場所だったの。風間さん、あの雪村本家跡、お前が幼少の頃住んでいた場所だ。私が住んでいた薩摩や長州、土佐、西国の諸藩は幕府を倒すために我ら西の鬼の力を借りようとした。それを知った幕府は東国の鬼の一族である雪村家に味方するように持ちかけたのだ。幕府が？だがお前の一族は人同士の争いに関わることを良しとせず、その誘いを断った。味方にならなかったから雪村の一族は滅ぼされたんですか？実の親を殺した人間が憎いか。人間の争いには関わらない。それが本来あるべき鬼の姿だ。だからお前の一族は鬼としての矜持を貫いた。父が雪村家を再興したいのは人への復讐のためなんでしょうか？もしそうならお前はどうする？復讐のために関係のない人たちを巻き込むなんて間違ってます。困るな、千鶴。そんな考えじゃ。泣くも香る。千鶴を連れてきてくれたことには礼を言うよ。でも、あんたの役目は済んだ。さっさと消えてくれないかな。俺は雪村家の最後の棟梁、この娘と定めた。西国を滑る風間家の棟梁としてこの娘と話している。邪魔立ては許さぬ。邪魔？せっかくの兄弟の再会を邪魔してるのはどっち？兄弟？そうさ、お前は血を分けた俺の妹なんだ。そんなに驚くこともないだろう。こんなに顔も似ていて、それにこの刀はお前の持つその子たちと対になる刀だ。私には兄なんて兄弟なんていません。悲しいよ、千鶴。小さい頃は
どこに行くのも一緒だったのに。あなたが私の兄だと言うなら、なぜ父様は私に黙っていたんですか？俺がきっかけでこの里が滅ぼされた時のことを思い出さないようにしてくれたんじゃないかな。でももう悲しまなくていいんだよ。これからは俺が一緒だから。西の鬼の棟梁さんは聞き分けが悪いのかな。消えてって言ったよね。俺たちのことを邪魔するんなら誰であろうと許さないけど。俺の目的は全ての羅刹を滅すること、そしてその羅刹を生み出す者を滅すること。黙れ！無駄だ。貴様、落ち水を飲んだのか？そうさ、俺はお前を超えたんだ！消えすぎ！鬼と羅刹は似て非なる生き物ということですか？そう、羅刹は西洋から渡来した我々とは異なる鬼の血を受け継いだもの。その血を人間でも受け入れられるように改良したものが落ち水なのだよ。したがって羅刹は西洋の鬼の性質をそのまま継いでいる。そんな羅刹でも我々の力にはなる。へえ、珍しいお客さんだね。カオル君か、どうだったかね？千鶴はちゃんと手に入れたよ。そうか、ご苦労だったね。裏切り者が出るようじゃ新選組ももう終わりってことかな。いやいや、彼は賢明だよ。我々と手を組んだ方が得策であることをちゃんと理解している。ふーん、ボナリ峠が手薄だっていうのはこいつからの情報？ああ。ここは？千鶴、千鶴、いないのか？平介くんなの？よかった、無事だったんだな。平介くん！帰って早々だが、羅刹部隊を率いてこれからボナリ峠へ向かってくれないかね。いいよ、合図に残っている新選組を残らず殺してきてあげる。うん。羅刹を増やして鬼の世でも作るつもりですか？いえいえ、力を持って新たな政府の一部となり、我ら鬼の存在を人間たちに正しく認めさせるのですよ。なるほど、
ならばなぜ今さら彼女にこだわるのです？本家筋の女鬼は貴重な存在。何より純血の鬼であるあの子の血は羅刹の吸血衝動を抑え、研究によっては君たちを我々と同じ本物の鬼に変えられる可能性さえある。本物の鬼に変える？私は鬼の一族の悲惨な歴史を一日たりとも忘れたことはない。いつか鬼が力を持ち人間と対等になるために雪村の本家を欺き、人間と手を組んでまであの娘を手に入れ、研究を重ねてきたのです。雪村の里をあんな風にしたのは父様なの？千鶴！待て千鶴！仕方がなかったのだよ。時代に取り残されるように山里に隠れ暮らしてきたお前の一族には時流を読み解く力がなくてね。そんな身勝手な理屈。明日のボナリ峠での戦は我々の圧勝だろう。人間たちは我らの力を認めざるを得なくなる。三男さん、あんたはこんなところで何やってるんだよ。東堂君も羅刹になったそうだね。どうかな、君も我々と共に新たな時代を生きてみては。そういうことなのかよ。ええ、その方が我々にとっては得策でしょう。そんな千鶴。東堂君とは長い付き合いです。せめて私の手で葬ってあげたいのですが、いいですか？あんたって人は。構わんよ、千鶴が生きてさえいればそれでいい。父様やめて。私たちは所詮時代のあだばな、生み出されてはならぬものでした。千鶴あなたたちは全く。残念だ、三男君。三男さん！三男さん！くそしっかりしてください。銀の玉のようですね。深くを取りました。早く逃げなさい。三男さん、三男さん、三男さん。チズル、離れるなよ。それでこそ雪村の血筋を継ぐものだ。まがいものか。何？番犬の代わりくらいにはなろう。この娘、貴様らの仲間のもとまで連れて行け。ただし、次に貴様らに会った時は必ず殺す。ああ、連れて行くさ。こいつを本当に守ってくれる人のところまでな。遅かったか。
土方さんたちも。大丈夫だって。あの人はこんなところで死ぬような人じゃない。とにかく急ごう。そうか、片森校は無事入場されたのだな。はい。はじめくん。平助、どこへ行って。雪村、斉藤さん、ご無事だったんですね。よかった。何故あんたがここにいる。江戸から俺たちを追ってきたってさ。それより敵が羅刹を本格投入するみたいなんだ。ああ、ボナリ峠の敗戦後、わずか1日で猪苗代が落ちた。そうだったのか。そういえば三男さんは二本松で敵と戦って死んだのか。ああ。そうか。ボナリ峠へ敵を呼び寄せる妙案があると言っていたが。ところでさ、土方さんは。大鳥司令ら旧幕軍の残存兵力とともに仙台へ向かわれた。間に合わなかったか。あの、沖田さんや原田さんは。総司がこちらに向かっているのか。はい。あいつあんな体で。新八は米沢に援軍を頼みに行ったまま連絡が取れない。佐野は江戸で用事があると言っていたようだが。はい、確か将棋隊に用があると。将棋隊。うん。将棋隊は薩長軍の猛攻を受け、上野寛永寺で全滅したそうだ。そんな。でも原田さんは必ず会津に来るって約束したんです。私。ああ、約束だ。作っておきました。使ってください。すまない。いいえ、私にできることはこれくらいですから。あんたは今のうちにここを出て仙台に行け。皆さんはどうされるんですか。俺たちは土方局長が仙台で巻き返すための時を稼ぐのが役目だ。でも。局長に伝えてくれ。俺たちはこの誠の旗と共にあると。はい。お二人ともお気をつけて。気をつけろって言われてもな。そうだな。だがこの命無駄にはしない。会津っていいところだな。まだやり残したことがあるんじゃないかと思って羅刹にまでなって生きてきたけど、この戦のためだったのかもしれないな。平助、今日は止めないでくれよ。なんたって俺は先駆け先生だからさ。ああ、俺はあんたと共に戦えることを誇りに思う。よ、やってんな。何をしに来た。高みの見物だよ。羅刹は、羅刹はどうなった。寛永寺に向かってた奴らは始末できたと思うぜ。そうか。お前、なんで俺に手を貸した。羅刹を使う政府のやり方が気に食わねえ。それだけだ。なるほどな。お前、これからどうすんだ。死すると約束したからあいつに行かねえと。原田、ここが合図だぜ。Thank you.
平助、どうした？どうやら寿命みたいだ。どうにも傷が塞がらないや。平助、少しは役に立てたかな。俺、あ、助かったと思う。平助。君、背中がガラ空きだよ。掃除ダメだよ、こんな奴らに手こずってちゃ。ところで、土方さんはいないの？土方局長は仙台に向かわれた。ふん、あの人、みんなを残して自分だけ逃げたんだ。つくづく卑怯だね。そうではない、我らは近藤局長と同じくあの方に新選組の未来を託したのだ。ちづるちゃんも同じようなことを言っていたけど、いないんじゃ確かめようがないよね。起きたじゃないか。まだ生きてたんだ。合図でも会うなんてね。君、しつこいって言われない？何？ああ、そうか。それが原因でちづるちゃんに嫌われたのか。うるさい！あれ、起きた！お前なんかに何がわかる！どうした？起きた！しずるには俺が必要なんだ！負けるのが嫌いでね。都での借りは返すから。総司、大丈夫か？大丈夫。こんなことで倒れるわけにはいかない。土方さんに一言言わないと気が収まらないからね。総司。新手だ。新選組は蝦夷地に向かったようですね。いつまでこうしているつもりです？あなたには風間家の棟梁としてなすべきことがあるはず。それを放り出し人間を追い続けるなど、一族から追放されるはぐれ鬼の所業。お前の旅も無駄足だったようだな。いいえ、私はどんなことをしてもあの人のもとに行きます。奴はお前を必要としてないかもしれんぞ。それでも私はあの人のそばに行きたいんです。春になれば新政府の奴らが蝦夷地へ渡る。その時お前がまだかの地に行きたいと願うなら、俺と共に来い。ひと月前に上陸した新政府軍が七重浜を占拠した。五稜郭が落ちるのは時間の問題だろう。土方もすでに死んでいるかもしれん。あの人は死んでいません。きっと最後の最後まで戦っているはずです。
この船は間もなく七重浜に入る。あとは好きにするがいい。すげえ。今までありがとうございました。土方が羅刹である以上、俺は奴を殺さねばならぬ。それが分かってても行くのか。行くな。お前はもう苦しまなくていい。ありがとうございます。でも私行きます。気がついたか。体は大丈夫か。はい。なんで来た。私は土方さんの故障ですから。お前、会津、仙台とずっと新選組を、土方さんを追いかけてきました。バカだな。何のために江戸に置いてきたと思ってるんだ。今ならまだ間に合う。お前は。私は土方さんのそばに置いてほしいんです。函館はもうすぐ落ちる。俺は新選組を率いてきた者として、ここでその最後を見届けなきゃならねえ。土方さんはいつもそうです。一人でいろんなものを背負い込んで、自分ばかり辛い思いをして。それが俺の役目なんだよ。俺に何とかできる問題なら、俺一人が苦労すればいいだけだ。そんな土方さんをみんなが心配していました。その思いを託されて私はここまで来たんです。新選組は今も武士の道しるべだと思うか。はい。あいつらが惚れ込んだものを俺は引き継げていると思うか。はい。そうか。辛いことも苦しいことも、これからは少し私に分けてください。私が土方さんの支えになれるなら、一人で抱え込まずに頼ってください。新選組を率いる務めさえ終えれば、俺は死んでも構わないと思っていた。だが、そう簡単に死ねない理由ができちまった。必死にいろんなものを守ってきたが、今、俺が何より守りたいのは、千鶴、お前だ。俺は、お前を守ると言った時から、お前に惚れてたんだろう。これから、俺のそばにいろ。逃げようとしても離さねえから、覚悟しとけ。はい。
隊前の補給路が断たれました。なんだと。援護に向かう。馬を用意しろ。はっ。千鶴、お前も来い。はい。の間ならここで休めそうです。今のうちに止血だけでも。ああ頼む。ひどい。土方さん、動けるまでに回復したら一度五稜郭に退きましょう。土方さん、土方さん、聞こえてますか。ああ聞こえてる。大丈夫です。島田さんたちならそう簡単にやられません。ちゃんと待っていてくれると思います。当たり前だわ。新選組の名は伊達じゃねえさ。土方さん、聞こえてますか。土方さん、わめくな。聞こえてる。どうしよう、このままじゃ土方さんが。私が絶対死なせはしない。お願い、生きて土方さん。自分を傷つけたのか。すぐに治ります。そういう問題じゃねえんだよ。誰が好き好んでてめえの惚れた女に痛い思いさせたいもんか。少しは差し上がれ。私だって愛する人の苦しむ姿なんて見たくありません。うるせえ。もうじきここも気づかれる。裏手から五稜郭に戻るぞ。はい。綺麗。お前には桜が似合うな。そうですか。私は土方さんこそ似合うと思いますよ。初めて京の街で会ったあの日、私には土方さんが美しい桜のように見えました。これからも一緒に見たいです。生きしていたのだ。よくぞこの北端の地までたどり着いたものだ。まさか本当に蝦夷まで来るとはな。俺が死んでいたらとんだ無駄足じゃねえか。羅刹はこの世にあってはならぬもの。俺はそれを滅するためにここに来た。やめてください。土方さんは深手を負っているんです。こうまでして挑んでくる奴がいるなら、誠の武士としては答えるべきだろう。
それは俺は俺の信じた者のために戦う。千鶴、お前は最後まで見届けてくれ。わかりました。信じる者のためか。人間でも鬼でもない貴様が何を信じて戦う。力を使うほどに己の寿命を縮め、命を長らえるために他人の血に狂う貴様らは散りゆく定めにある。生き急ぐ様はまるで桜のようだ。生き急いでるわけじゃねえよ。ただ必要とされるものが多かっただけだ。もはや一人の鬼だ。鬼としての名をくれてやろう。白王騎だ。鬼として認められるために戦ってきたわけじゃねえんだがな。もう長くは遊べねえが、そろそろいいだろう。無論だ。一撃で仕留めてくれよ。白王騎よ。あと残り少ないその命を生かすのだな。ああ、生きてやるさ。まだそっちには行けねえ。こいつと二人で生きて見届けてからな。思い出じゃない今もない。
明日の種